はい、いつもありがとうございます。タカです。今回なんですけれども、今回ですね、このフリーリグの、やってはいけないというか釣れない動かし方についてちょっと解説していこうかなと思います。まあ、フリーリグってもうバス釣りの中でも結構定番なあのリグになってて、他のジャンルの釣りでも結構活用されたりする、あのまあそっち側から来たのかなちょっと分かんないですけど、まあ、かなりこう汎用性の高いリグになります。まあ、ストラクチャーに対してですねタイトに動くこともできるし、ちょっと状況わからないなとか、ちょっとレンジわからないなとか、そこの方だけど使えないとか、なんかよくわからない時にも使える、非常にちょっとパイロットルアー的な感じの使い方もできるリグの一つになります。まあ、例えばテキサスとか、キャロライナとか、ジカリグとか、ノーシンカーとか、まあ、その辺のですね要素をそのアクション次第というか1回のその行動で表現することができる万能リグになっています。まあ、もちろんそのそれぞれの特性を振った方がいい時もあるんですけど、その要素を全てこう表現することができるかなり万能なリグになります。まあ、でもそんなその万能なフリーリグでもまだ1匹釣ったことがないとか、いまいちちょっと動かし方のコツがわからないとか、まあ、そういう人も多いと思います。まあ、この動画ではそんなフリーリグのこうやってはいけないところを押さえてもらうことで、正しいアクションを引き出して、このフリーリグ自体の特性を最大限に生かす使い方のヒントを得ることができると思います。バスジャパンチャンネルでは他にもフリーリグの動画ですね、フリーリグおすすめワームだったりとか、フリーリグのそもそも正しい使い方、アクションの付け方についてもあの動画投稿しているので、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。では本題入っていきます。まあ、フリーリグを使う上でこうしてはいけないことっていうのは大体まあ絞って5つあると思います。ファーストフォールが待てない、水中のイメージができていない、シンカーがうまく離れていない、操作時テンションをかけすぎている、ハンゴフの時にこう待てていない、この5つかなと思います。なのでそれぞれ解説していこうと思います。まずはですね、ファーストフォールは待てていないっていうのが一番あります。まあ、普通にですね、こう例えばフリーリグを使う上で、まあ、今だったらこっちが浅いところでこっち若干深めですよね。なんでまあどこでもいいです。とりあえずまあちょっと深めのところ行ってみますね。投げてもらって、で着水でフォールするじゃないですか。今フォール、まあそんな深くないな、1メーターちょっとぐらいなんですけど、でシンカーが先にポンと落ちますよね。でシンカーが落ちて、そこからワームが、まあ、つけてるのが OSB のドライブビーバーなんですけども、まあ、バタバタバタっとこう落ちてきて、そこからシンカーが着底した時にスッとこう入って、ふわーっとこうノーシンカー状態が続くって感じです。一番ここがやっぱりそのバイトの間が持てるというか、でもしここで食ってこなくても次のアクションですよね。次のアクションでこうちょっと跳ねさせたりとか、まあ、ずるびいたりとかした時に、そこでも見てたやつがふわーっと言ってて、見てたやつがこう反応して食ってくるみたいなパターンが結構一番多いと思うので、一応ここのファーストフォールっていうのが結構待てていないっていう人が結構多いんじゃないかなと思います。なのでこう投げてもらって、さっきみたいにこう普通のそのテキサスとかだったら着底して、まあ、ちょっと待ってあげたりとかもするんですけど、フリーリグに関してはシンカーが離れてる分、普通のリグよりもしっかり待ってあげる必要があります。でこれはワームによっても全然あのフォールスピードって変わるので、そのワームの種類によってとか、これぐらいの速度で落ちるなってい こうイメージを持ってやってあげるのがいいですね。なのでそれよりはちょっと長めに取ってあげるとか、よくわからないんであれば比較的こう長めにフォールファーストフォールの時間は取ってあげるのが大事です。で次ですね、次水中のイメージができていないっていうことです。まあ、こちらはね、先ほどのファーストフォールとちょっとつながるんですけれども、要するにフリーリグってやっぱシンカーとワームが離れてるものになるので、その水中のイメージ力というのが非常に大事になってきます。もちろんね、その正確に把握するのってもちろんできないというか、まあ、難しいと思うんですけど、はい。で次ですね、水中の中のイメージをするっていうのが結構大事になります。でこれだけこうシンカーとワームが離れてるものになりますので、そのだいたいシンカーがこの辺にあってもワームがどこにあるのかってちょっと分かりにくいですよね。まあ、その感じをですね、こうだんだん使ってくると、そのどの辺にワーム行ってるのかなみたいなのが分かると思います。まあ、今だと水深めっちゃ浅いじゃないですか。なんでストンとしてもすでに新幹到達してると思います。でこのままでこうズルビーってきてて、そこの質も感じながらみたいな、そしたらこう今ちょっと砂利みたいなところ、岩がちっちゃいのがコツコツあるなみたいなところをこうコリ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 と動いてます。でこうなんか引っかかりとかあったりとか、まあ、水中をイメージしつつ、今だったらこう引っ張ってきてるので、フリーリグの新幹に対してワームがくっついた状態ですよねになってます。でこう例えばこれをシェイクしながら、もちろんテンションはあんまかけちゃダメなんですけど、シェイクしながら振っていくと、シンカーがちょっと離れますね、若干。でそれでその影響でドライブビーバーがこうピコピコなってるみたいな感じのイメージもあります。で例えばこう立ち木とかありますよね、枝系だったりとか、その例えば何かしらのものにこう引っかかってしまった場合とかあるじゃないですか。そしたらシンカーがですね、先に落ちて、その上をドライブビーバーがピュッとこう通るみたいなイメージになりますよね。まあ、そんな感じでこう水中のイメージをですね、若干つけておくと、今このシンカー離れてるなとか、シンカー今くっついてるなって状態でこうアクションを使い分けることができると思います。まあ、近い場合はちょっとシェイクしてあげると、まあジカルグみたいな動かし方もできるし、まあスト系ですよね、スト系の使い方も全然フリーリグでもありだと思います。
まあ、そんな感じでこう数値をイメージするのがまず大事だと思います。他のテキサスリグとか普通のラバージグだったりは大体その直結でラインがついてるので、どこ通ってるとか、どこ、まあ、もちろんイメージするのは大事なんですけど、どこ通ってるとかどんなアクションが出てるのかってこう想像しやすいんですけど、フリーリグって離れてる分ちょっと想像をもうちょっとこう具体的にしてあげるとよりいいと思います。で結構やっぱバイトが取れる時とか魚が釣れる時っていうのはそのイメージができてる時が結構多いです。はい、で次ですね、次シンカーがうまく離れていないっていうことがあります。まあ、これはねちょっとセッティングの問題にはなるんですけれども、でも結局フリーリグってこれがフューッとこう落ちてくれて、その後にシンカーが、ワームがついていくっていう形になるんですけれども、結局このシンカーが離れてないともうテキサスリグとかと一緒ですよね。まあそれで釣れないってことは全然ないと思うんですけれども、せっかくならこのフリーリグの、フリー状態をですねこう演出した方がせっかくいいメリットが出ると思います。そのノーシンカー状態っていうのが演出できるっていうのがあるので、なので例えばなんですけど、いろいろ対策はあります。この結び目をですねちょっと長めに取ってあげるとか、あとはこのワームをしっかりアイポイントから隠してあげる、まあ、要するにクッションゴム、クッションですよね、クッション性があるワームでこうシンカーが弾いてくれるみたいな感じの形を取ってもいいと思います。であと僕が使ってるこのシンカーですよね、最初にもうゴム管がついてます。何だったっけ、ちょっと名前忘れたんですけど、あロックフィッシュとかの使えるやつですね。これだとクッションがついてるので、まあ、そうそう引っかかることはないです。なんであの穴がついてるラウンドアイタイプっていうのはちょっと引っかかりやすいので要注意かなと思います。あとですね、テキサスシンカー のペグ止めですよね、ゴム管みたいなやつをここにさつけてあげるとか、まあ、あの100均とかで浮き止めシンカーとかあるので、まあ、そちらをですねここに先につけてあげる。テキサスだったらこの前につけるんですけど、フリーグの場合はこのアイですね、フックのアイのところにつけてあげるとクッション性があるのでシンカーがこうちゃんと弾いてくれるようになります。でこれが結局フリーリグを使う上でそのフリーにさせるためにはもう必要不可欠なので、まあ、ちょっと足元とかでこう確認してみて着底させて落としてしっかり先にシンカーがクイックに落ちてるかっていうのを確認した方がいいですね。あとはなんかリグスイベルとか最近ありますよね、ここにリングつけてあんな重り何でも変えれるみたいな感じがあって、まあ、あれでも全然いいと思います。全然あれでもこうクッション性はあるので、というか穴がちっちゃいんでこうアイに挟まりにくいですよね。次はですね、テンションをかけすぎてるってことです。まあ、ワームの操作系全部そうなんですけども、こう投げてもらって例えば今カーブフォールさせたりするじゃないですか、こうテンション張った状態、今こういう感じに多分若干落ちてきたと思うんですけど、シンカーがまあ先についてるのでシンカーがこう手前にこう落ちてきますよね。でそこに向かってこうカーブフォールしながら落ちてきます。まあ、これもね全然釣れないことはないし効果的な場面もあるんですけど、結局やっぱり一番こうフリーな期間が取れるのってフリーフォールだと思うので、最初のフォールの時はしっかりこうもうフリーフォールさせてあげるのが一番いいと思います。でここから今、進化ついて着底してます。でこの状態からアクションをつけたりとかズルビーたりとかする時もできるだけテンションをかけないようにした方がいいですね。時折こうテンション抜いてあげるとかで、こうラインのスラッグを叩きながら張って緩めて張って緩めてを繰り返すみたいな感じですね。でこうすることで移動距離が抑えれるので、そのポイントに対してフリーリグで落としてふわーっとしてちょこちょこしてると移動距離を抑えてるので魚も見つけやすいし追いやすいって感じです。でポイントポイントでこうテンションかけた時にこうパッパッとこう弾いてあげて、こんな感じで閉じてあげてしっかりシンカーが浮いたなっていうのをこうラインスラッグで確認できるので、でフォールさせてファーストフォールで待つみたいな、上げてファーストフォールで待つ、これの繰り返しですね。なんでこう基本的にテンションをこうパッとかけちゃうと、もうそのもう分かりやすいんですけど、結局もう直リグみたいになっちゃうので、これでもね結局釣れないことはないんですけども、せっかくこう フリーリグをフリーっていう要素を最大限に生かすんであれば、もうテンションかけない方が一番いいと思います。まあ、直リグ使う上でもそうなんですけど、しっかりこうテンションをやっぱかけない方がいいですね。でこう例えばシェイクしてて、もうねクラッチとか切ってあげてもいいと思います。クラッチ切った状態でシェイクしてて、だんだんこう寄ってきてちょっともう厳しいなと思ったら巻いてクラッチ切って、ですると結局例えばブレイクがあったとするじゃないですか、ここから、まあ、今ここはブレイクはそんなないんですけれども、浅いところからこう、まあ、岸際に投げてこうピョン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 引いててクラッチを例えば切ってたとしたら、ピョン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 ってやってるとラインスラッグがシュッと落ちる時あるんですよね。でその時って結局ブレイクラインになるので、そういうところでブレイクさせるところでフリーフォールってめちゃめちゃ強力じゃないですか。もうこうガッてなってるところに対してシンカーが先に落ちて、そこからふわっとこうワームが沿って落ちるみたいな感じの使い方もできるので、クラッチを、ね、切っておくのも非常におすすめだと思います。でラインのスラッグ取りもうちょっと寄せすぎて差を立てすぎたなと思ったら巻いてあげる、まあ、この間も大事ですよね。結局止めてる時も絶対いいと思うのでっていう感じで使っていただくのがいいかなと思います。
で最後ですね、最後はねハングオフ時にこう待てていないというのがあります。これまあファーストフォールと結構似通ったりはしてるんですけど、結構フリーリグ使ってる上でこう大事というか、まあフォールさせてこう引いてきますよね。ちょっとここ今沈み物がないんでなんともなんですけど、例えばこう岩に引っかかったとするじゃないですか、なんかちょっと引っかかり感じるなと思ったら、まあ、もうクラッチ切ってあげてこうテンションかけて、今なんか引っかかっててドライブビーバーがこうミャミャミャみたいななってるみたいなイメージです。まあ、こうイメージするの結構大事ですよね。でやってて引いてたら、まあこれで外れることもあるんですけど、まあ、外れた時はちょっと差を上げてあげて外れると、外れた時はスッとこう抜けるじゃないですか。例えば岩だったらそうですよね。まあ木とかもそうですけど、まあ、ハングオフっていう、まあ、リリークというかピュッてこうなりますよね。でそうなった時ってどうなってるかっていうと、フリーリグの場合はこうシンカーが、まあ、要するに引っかかってるじゃないですか。まあ、針が引っかかってもう根がかりなんでそれはどうしようもないですけど、こうシンカーが引っかかっててシンカーがピュッてこう落ちて、そのそれに沿ってワームがフュッとこう入ってくれるっていうイメージです。っていうことはその間に例えばこう見てる魚とか近くにいた魚とかがこうシェイク時にこう見てたとしたら、その間にこうリアクションで食ってくれるってこともありますし、ファッとこう抜けた時ですよね。で例えばこのファッと抜けた時に待たずにもうそのままこう、まあ、シェイクしとくのはいいんですけど、できるだけそのもう移動距離は絶対抑えるというか、もうほぼもう動かさないぐらいの、ちょっと待ってあげてシェイクするのも全然いいと思います。なのでこの結構食わせの間っていうか一番美味しいところっていうのは、やっぱファーストフォールとこのハングオフの待ちが一番重要だと思います。でこれをもう繰り返していけば問題ないかなと思います。はいですね、今回5つのこのやってはいけないことというか、あのポイントですねをちょっと紹介してきました。まあ、それぞれこう一つ一つやっぱり押さえていただけると、もうフリーリーグの最大のメリットを生かせるかなと思います。まあ、結局ね、まあ、あのフリーリーグってさっき最初にも言ったんですけど万能なリーグって言ったじゃないですか。なので結局いろんな用途で使えます。なのでよっぽどこのシンカーがこう挟まるような光景でないときはかなり汎用性が高いので、まあ、いろんな場面で使っていけると思います。なのでその狙う場所に対してフリーフォールさせた方がいいのかとか、物があるからズルビーたらいいのかとか、まあ、いろんなこう移動距離を抑えた方がいいとか、ここ1点できるだけ狙いたいという場合移動距離を抑える、そうでない場合はしっかりズルビーてサーチ要素も持たしていく、で何か物があって当たったら、当たってほぐし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 て反応させて待つとか、まあ、そういうパターンで一番やりやすいかなと思います。まあ、以上の、ね、こう5つの点を守っていただければ、フリーリーグもっともっとこう活用できるというか、よりワームの特性を生かすことができます。でフリーリーグに使えるワームってたくさんあるので、その特性によってもこうやっぱり生きるアクションとかも変わってくると思うので、まあ、基本的にはこの5つをやらなければ問題ないかなと思います。はい、ではね今回フリーリーグのではいけない良くない動かし方について解説してきました。ぜひ何か少しでも参考になれば嬉しいです。はい、では今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。